桶狭間の戦いで織田信長が今川義元に勝利した理由は、単純に織田軍がすでに強かったから。織田信長の華麗な生涯の中でも特に有名な桶狭間の戦い、一般には京都への上洛を目指して進軍中だった今川義元の大軍を織田信長がわずかな手勢を引き連れて奇襲し、大将である今川義元の首を取って大逆転した合戦と言われています。無名時代の織田信長が天下取り直前だった今川義元を討ち取る大金星を挙げたことで、一躍その名を天下に知らしめ、織田家の家臣団からも信頼も集めることができたというのが、さまざまなドラマや小説で描かれている展開となります。ところが歴史というものはとにかく新解釈がどんどん出てくるもの。この桶狭間の戦いについても最近の研究では新しい見解がどんどん付け加えられています。その中には桶狭間における信長の勝因として一般に知られている今川義元は京都への上洛をゴールにしていたため破格の大軍を率いていた、織田家の領土はただの通過点とみなしており大軍で一気に粉砕するつもりでいたため、信長の行動に対しては油断していた、信長はわずかな手勢を率いて奇襲をかけ今川義元の本陣を攻撃した、幸運にも支えられた奇跡の逆転勝利となったという通説の根底を覆すような新説も含まれているのです。そもそも今川義元は油断しておらず、信長潰しのガチ勝負をかけてきていた。まず今川義元は大軍を率いて上洛中だったという定説を検討しましょう。桶狭間の戦いに参加した兵力はこれまた諸説ありますが、どうやら今川義元側は2万程度の軍勢だったようです。これは確かに大軍と言えるでしょう。ですが同時代の日本における合戦を見ると、川中島の戦いでの武田信玄の軍が2万程度とされている。それに対抗した川中島の戦いでの上杉謙信の軍も2万程度とされている。毛利元就の躍進の原動となった厳島合戦での末春方の軍も2万程度とされている。ということで今川義元ほどの名門の戦国大名であれば、2万人は一つの合戦に動員できる兵力としては常識的だったという見方もできるのです。これの何が問題かというと、一つの合戦への動員数としては総力を挙げている、だが破格の兵力を準備したとまでは言えない規模、京都に上洛して天下を狙う野心があったにしては心もとなということです。今川義元の軍事行動はもしかすると天下取りという大掛かりな構想によるものではなく、将来の禍根になりそうな織田家を全力で潰しておくという現実的な目標を据えてのものだった可能性があるのです。だとすると織田信長のことは眼中になく油断していたという定説とは随分違う印象になります。この時の今川義元の目標は信長潰しだったということで、むしろ本気の勝負で挑んできていた可能性が出てくるからです。今川家は織田家に苦渋を飲まされていた尾張の国をめぐる壮絶な支配権争い。ここで注目すべきことは、今川家は現代でいう静岡県、織田家は現代でいう愛知県の半分、尾張の国を領土としていたのですが、当時の織田家はまだ尾張の国を統一するための激しい争いの中にあったということ。そして尾張の国の支配をめぐる事実上の頂上対決が、信長の父の織田信秀時代からすでに織田家 VS 今川家の構想となっていたということです。そもそも現代の名古屋城自体、もともと今川家の拠点だったものを織田信秀が奪い取ったものなのです。今川家としてはもともと尾張の国も勢力圏の一部とみなしていた。そこに織田信秀という英雄が登場して尾張の国の統一に向けて快進撃を始めたため危機感を持っていた。その信秀が死んで若い息子信長が後を継いだと聞き、織田家を潰して尾張の国を取り返すチャンスと見た。これが今川義元が油断していたどころか信長潰しを狙って本気で仕掛けてきていたと推測できる背景です。定説を覆すもう一つの視点、織田信長はめちゃくちゃ強いとすでに近隣に評判だった。
一方で信長の軍勢を見てみましょう。この桶狭間の合戦で信長が率いた兵力は2000人程度と言われています。もっともこれは今川義元の本陣襲撃の際に引き連れていた本隊が2000人という意味であり、織田家の総兵力は5000人程度存在したとされています。攻める側が2万で守る側が5000人、確かに今川氏有利ですが、それほど決定的な兵力差というわけでもありません。まして当時の織田信長はすでに尾張国内の統一戦争で数々の勝利を挙げていました。伝説となっている若い頃から奇抜な格好をして狩りや乗馬をしていたという話も、自分と同世代の少年たちと常に山野を駆け巡って信頼のできる手飼いの精鋭部隊を育てていたという解釈もできます。そしてこの時期、かの美濃の国の斎藤道山も織田信長の才能を認めており、美濃の国はやがてあの男のものになるかもしれないと周囲に話していたという話もあります。あのマムシの道山ですら認めている男ということで、今川義元も十分に信長を警戒していた可能性が高いのです。まとめ、織田信長軍は桶狭間の合戦前からすでに最強レベルの精鋭に育っていた。その斎藤道山を驚かせたのは、聖徳寺の会見の際に信長が引き連れてきた兵士がきらびやかな甲冑で着飾り、鉄砲をずらり装備し整然と行進していたということ。よく訓練されている上に武装も良いものを揃えていると道山を感心させたようです。戦国時代ライター八代の独り言。一流の戦国大名である斎藤道山をすら驚かせたという精鋭部隊をすでに信長が完成させていたとしたら、今川義元は油断どころか、なんとか信長を若者のうちに潰しておかないと恐ろしい存在になるという恐怖から思い切った総力戦を仕掛けてきたのだとしたら、奇跡の逆転劇と伝えられる桶狭間の合戦の印象はガラリと変わり、旧世代に属する今川義元が新世代の天才たる信長に挑んだものの見事に返り討ちにあったという見え方になってきます。この解釈、これはこれで信長は恐ろしい男だったということになり、信長ファンの人にも魅力ある仮説となっているのではないでしょうか。